このコーナーは SNS や情報誌では多分紹介されることがないマニアックなスポットやグルメが登場します。飛沫ブチ。さあ今日は田川市にやってまいりました。田川といえばですね、あちらですね、日本煙突が有名でございますけども、令和元年にこちらですね、100年の鐘と書いて永遠の鐘っていうらしいんですけども、後ろのまあ煙突2本を夫婦煙突と満たしまして、夫婦一緒に鐘を鳴らして永遠の愛を誓うということでございますね。いつか奥さんと来れますように。行きましょう。行きましょう。この企画はただ暇をつぶしたい武士が街行く人の暇つぶしスポットを聞いて、知られざる街の魅力を探り紹介していきます。なんかやってますよ、ご家族が。すいません、今日は何が、スポーツ文化祭の、はい、ウォークラリー大会をやってます。ウォークラリー、はい、今から、はい、ちょっとだけいいですか、モモチハンマスターという番組の暇つぶし、はい、おすすめの暇つぶしスポットをちょっとゆっくりできる場所なんか知ってましたら。あ、三井寺、今は風車、はい、風車が一番熱くなってます。夏は風鈴、風鈴がガーってなってる。あ、季節ごとに、じゃあその、はい、今は風車、今風車一番こう、はい、ありがとうございます。教えてもらった三井寺には後ほど行ってみることにして、せっかくなのでもう少しこの辺りをお散歩。あの人たちもウォークラリーなのかな、もう始まってるのかな。こんにちは。あ、これは、あ、ありがとうございます。これ何、オークラリーですか。え、いえ、ここはですね、オークラリーです。あ、ポケモン。あ、そうなんですね、3台持ちですもんね。ご主人も2台持ち、計5台持ちじゃないですか。はい、夫婦でポケモン探しですか。そうですね、いいですね、はい、なんかこう仲良く、こう長い長く夫婦生活続ける秘訣みたいなの、従い続ける。はい、なるほど、奥様の一言だ、はい、はい、そんな仲良しご夫婦に暇つぶしスポットを聞いてみます。六名館は空いとんやけど遠いし。六名館、うん、喫茶店ですか。そう、珍しいでしょ、僕は20段とかあるから、ね、え、じゃあもう10年ぐらいですかね。10年どこ、あ、ごめん、上手。あ、そう、あなたの言う通り、2000歳ぐらいの女性が働いてるんですよ。2000歳、2000歳、はい、卑弥呼って僕は呼んでるんですけど、ね、はいはい、まだ生きてますから、スペシャルっていうのを頼んでください。スペシャルランチ、スペシャルを特別に作ってくださいって言ったら、はい、あ、え、なんで知ってるんですかって言われますか。なんかちょっと通の方の、そう、お顔がね、いつもテレビ見てるか分かるんやけど、お名前を教えてください。本当にね、この方に聞こえんように教えてください。ええ、あの、聞こえてます。すいません。はい、あの、ブルーリバーという国の川原です。はい、川ちゃんとか。すいません、ありがとうございます。頑張ってください。はい、すいません、お邪魔しました。いただいた情報は三井寺と六名館。まずは三井寺へと向かいましょう。すると、その手前で暇つぶしスポットの匂いがプンプンする広場を発見。ちょっとじゃあ、おだちゃん、ご案内してもらっていいですか、ちょっと畑見させて。すいません、恥ずかしいです。いやいやいや、ちょっと、いや、すごいいいなと思ってですね。今何を、あれは何ですか。あれは大根ですね。大根、はい、これはこっちが、あの、ほうれん草。ほうれん草、うん、でも立派に、そうですね、葉っぱも食べただけです。秘密基地みたいでいいですね。冷蔵庫とかもあるじゃん、電子レンジもあるじゃないですか。はい、冷蔵庫もあります。ここは一体何なのかと言いますと、田川市管轄でゲートボール場として使われている広場なんです。どなたでもフラットゲートボールに参加できる暇つぶしスポットでありながら、こちらのお父様も所属するゲートボールチーム高葉のホームグラウンドでもあるそうなんです。
ここで週何回ぐらい練習されるの？毎日7時半から2時間。毎日？はい、雨が降らん限りはね。強豪校じゃないですか、もう。毎日1時半。武士もゲートボール初挑戦。あ、すごいですね。あ、すごいですね。今良かったです。良かったですよね。はい、うん、よっしゃー、やったぜー。3回で成功した。2球目の球のけとけばな、一発で入ったようにできたのにな。ゲットしないし、しないすごい。さあさあ、寄り道もほどほどに、目的の三井寺へと向かいますよ。ああ、こっちは紅葉、こっちはお父さんのヘチマ。いや、でもなかなかね、今ね、ヘチマ見ることないから。小学校の時とか結構あったけど。うわぁ、すごいすごいすごい、おおおお、すげえ。さあ、ようやく目的地の三井寺へ。こちら本堂横のお庭に夏は風鈴、冬は風車のトンネルを設置しているそうで、現在の風車の数なんと1万2000個以上。さらにガッツポーチ地蔵といったユニークなお地蔵様や、たくさんの種類のおみくじなども置いてあり、いつ行っても飽きない田川市の暇つぶしスポットなんですね。宮川山とありましたよね。はい、あの、一つ踊りになってください。はい、失礼いたします。住職さんにおすすめされたのは役割玉といって、その穴に悪い気や願い事をつぶやきながら吹き込み、病気が治る病玉や良縁が訪れる縁玉など、自分の目的に合わせた石に投げつけて割れば運気が上がるというもの。密かに自分の言葉で結構ですから。あ、わかりました。はい、バレないように。結婚できますように。結婚できますように。うん、結婚できますように。どうでしょう。良縁の良縁、良縁ですね。はい、聞こえてますね。申し訳ない。そして運試しに恋みくじを聞いてみました。中吉です。すべて心のままにいい方へ進んでいく。人とよく相談せよ。病気、日頃の食生活を改めよ。急にガチなのが。食生活荒れてるんですか？荒れてはないですけど、ちょっと量をちょっと減らさんとですね。年も年なんでね。はい、結構自炊結構してますけど、それ誰かいるんですかって毎回コメントが結構あるからですね。あ、匂わせみたい。匂わせみたい。鍋も普通の量だったり、焼きそばとかも普通のつもりなんですけど、その作ってるとか完成したやつあげたら、本当に一人ですかって言われて、本当に一人だから切ないんですよね。老若男女が楽しめる暇つぶしスポット、ご紹介ありがとうございました。最後にこのお地蔵様に名前を付けさせてもらえることに。 TLC ももちゃんマスター、たまにはのんびり暇つぶし、暇つぶし地蔵。暇つぶし地蔵にも会いに来てくださいね。さあ、ポケモン GO をされてたご夫婦が教えていただきました鹿鳴館、これですね。ご主人が20代から40年ぐらい通ってたっていうですね。うわ、すげえ。鳴くの鳥の字の上に鳥の巣がある。テロップみたいになってるわけでしょ。ピー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 って言ったら。全然卑弥呼じゃないですよ。普通に綺麗な、はい、2000歳とか言ってたの。こちら50年近く地元で愛され続ける喫茶店鹿鳴館、今回テレビ初出演だそうで、穴場の暇つぶしスポット発見です。その渡辺さんっていう方がもう20代から40年ぐらい来て
てるって渡辺ご夫婦で、はい、注文あのスペシャルって言えば分かるって言われたんですけど、はい、いいですか、はい、すいません、じゃあスペシャルお願いします。あ、はい、さあ常連さんのみぞ知る裏メニューのスペシャルランチがこちら。すごい、とんかつとハンバーグと目玉焼きとナポリタンとサラダ、大好きなのがいっぱい詰まってるじゃないですか。いやだーだー、うん、めちゃくちゃ美味しい。美味しいですか、よかったです。一口目はハンバーグだけでいて、次は目玉焼きと一緒にですね、うまい、ずっとうまい。衣のサクサクも細かいですし、とんかつも美味しいですね。わあ、美味しい。うん。炭水化物と炭水化物。そうですね。神様、明日から頑張ります。うん、うめえ。渡辺さんとこのね、子供さんが両方食べたい、はい、カツとハンバーグ迷ってカツにしようかな、ハンバーグにしようかな、うん、そうそう、両方2つとかいけますか、うん、みたいなカロリー生まれた感じなんです。好きから迷って両方食べたいって言って生まれた、うん、そうそう、そっか。おかげさまでスペシャルランチをいただくことができました。せーの、暇つぶし。続いて武士は田川伊田駅前にある神社風寺八幡宮に行ってみるみたいですよ。うわぁ、立派ですな。はぁ、あ、こんにちは、桃ちゃんマスターの暇つぶしというものでして、はいはい、今日田川をいろいろ回っておりまして、はい、ちょっと、まあ、神社なんで全然暇つぶしではないですけど、ちょっとこう立派な、暇つぶしでいいですよ珍しいものというか、なんか見れるもので何かありますかね。なんか珍しいもの、 すすの、はい、神宮皇后のお腰掛け石っていうのがありまして、腰掛け石、椅子座った、そうです、そうです、そうです、まさに要するに 嵐が起きてたんですよね、はい、でそこにあのちょっと休憩があったら腰を掛けて、そしてあの要するに祈祷をされたわけですよ、はい、風が止んで雨が止んで、まあ、旅行がしやすくなったというようなところから風神になって、風を収めるという。ああ、なるほど。これまでいろんな町のいろんな場所に腰をかけまくってきた暇つぶし、なんともこのコーナーに縁がありそうな神聖な石があるそうなので見学させてもらうことに。あ、これちょっといいですか、はい、失礼します。うわー、すごい、やっぱ腰掛けの大先輩といいますか、だからそれロケ歩き疲れたけど座りたいなっていう意味で座ってるわけじゃなくて、腰をかけるっていうのから暇つぶしっていうのはもう始まったって言っても過言ではないですよ。まあ神宮皇后はここで休まれてからちゃんとご祈祷するっていう、やっぱでその救ったっていうのがあるんで、僕もやっぱりいろんなベンチで座って一休みしていろんな情報を伝えるっていう意味では、はい、いや、一緒ではない一緒ではない一応でもちゃんとご挨拶を。そんな神聖な石を司る神社の巫女さんたちの暇つぶしも聞いてみました。学生さんなんですか、大学生、はい、あ、専門学生、専門学校生、恋バナとかもするんですか。あ、さっき聞いてましたあら、ちなみに どんなあれを、彼氏さんの話、彼氏が欲しいって話、自分女子校、あ、なるほど、だから出会いがないよというのを受けて、でなんて答えたんですか。いや、巫女さんは男の子なんから違うバイトなんで。なんちゅうアドバイスだ。さあ、CM の後は全国的にも珍しいマニアックなスポットへと潜入。出発進行。知る人ぞ知る暇つぶしスポットを探す企画、暇つぶし。武士はシャッターアートが魅力的な伊田商店街をブラブラ。えとかな、ねえ、うし、とら、う、たつ、み、うま、うま、羊、猿、鳥、犬、いい、鳥がフラミンゴ
鳥がフラミンゴ、まさかの。なんでフラミンゴにしたやろ。こんにちは。シャッターにすごい絵がいっぱいおしゃれなの書いてあって、なんか閉まってるからこその良さもありますよね、はい、シャッターアートしてね、いいですよね。シャッターにね絵を描いてくれた方が、開いてたら見えませんからね、夢と一緒ですよね、目を閉じないと見れませんからねお父さん、なんかこの辺でおすすめのなんか暇つぶしスポットとか知ってますか。はい、いた駅にあるんですよ、はい、そこにバンビっていう、ね、はい、食堂があるんですよ、はい、バンビ、まあ、行ったことがありますけど、ね、あ、本当ですか、はい、結構暇つぶせますか、ゆっくりと、はい、駅近くで。そう、あ、バンビ、バンビありましたよ。酒、お食事どころ、お好み焼き、謎だらけだカーテンも閉まってる、でも営業中。オッケーです。いや、すごいですよ、めちゃくちゃすごいです。これ好きな人たまんないと思います。すいません、ももちゃんマスターです。ももちゃん、これ実際にあれですか、あの電車に使われたやつ、うん、はい、え、左側の壁は全部あれ切符ですか。あれは入場券ですね、全国の。こちらの定食屋バンビ、店内360度壁一面に飾ってあるのは、もともと国鉄に勤めていたご主人の鉄道コレクション。およそ50年前の時刻表や今では手に入らない記念切符の数々、さらに蒸気機関車のヘッドライトなど貴重な鉄道備品なども並び、マニアがどれだけお金をかけても到底集めることなどできないお宝がたくさん。全国の鉄道ファンがここでグッズを見ながら一杯飲めるという最高の暇つぶしスポットなんです。世界で最初の寝台列車、特急月光号、運転開始記念、昭和42年。世界初の寝台とかもないし、すげえっすよ。これもあれですか、駅の、結局駅と局の指令室とつながった電話でね、事故があってるから、事故があって列車が止まっちゃうとか、はいはい、だから列車好きの方はここに来て本当いろんな話しながら、こういう聞いて、あれ乗りました、持ってましたとか言いながら、おつさんと話すのが最高の暇つぶしですよ。もうそれほど鉄道に詳しくない武士でも思わずテンションが上がっちゃうご様子。出発進行。どうですか、お父さん。どんな感じで合ってますか、今。開通表示鏡っていうとこあるんだよね。言うなれば信号の補助信号があるんだ。それを示唆して出発往来って、はい。なるほど。で、往来やったらもう、はい、手上げてこうやると。出発進行みたいな、今のみたいなのは実際はやらないってことですね。そうですよね、いろいろ乗客乗った降りた信号 OK 何度かでこうやるあれですもんね。そんなもう恥ずかしいですよ、本当出発進行っつって。鉄道マニアもそうじゃない人もついついテンション上がっちゃう素敵なお店でした。それではまた次の街でお会いしましょう。知られざる暇つぶしスポットを求めて、暇つぶしは今日もゆく